フック船長、フック船長、フック船長は、ジェームス・マシュー・バリーの儀曲、ピーター・パンの登場人物。本名は、ジェームズ・フック。ピーター・パンの宿敵の海賊。容姿は、波外れて美しい。冷国かつ残忍だが上流階級出身で、名門校を修了しているため、物腰は優雅で、気品に満ちている。片手が、フックのような儀種になっており、付け替え式になっている。 黒髪と黒ひげをしている。スパーキー・アンダーソンは、その影響で、キャプテン・フックというニックネームを持つ。ディズニー・ヴィランズの一人、原作では、右手がフックだが、本作では、左手がフックとなっている。黄色のラインのついた赤いコートと薄いピンクの服、首元にスカーフ、袖に、フリルのついた白いブラウス、エビ色のズボンと羽毛帽子、白く長い靴下。 黒い靴を着用している。武器はレイピアであるが、時折左手のフックを武器として使っている場面も見られる。一般にはジェームズフックという本名が知られているが、ディズニー版においてはバーソロミューというミドルネームを持つことが明らかになっている。海賊の船長。かつて左手をピーターパンに切り落とされてチクタクワニに食べさせられたことがあり、 その復讐をしようと企んでいる。そのため本作の時点でもう何ヶ月も海に出ていないらしく、部下たちからは職業柄、そのことで不満を持たれている。目的を達成するためなら女性の心を利用することも厭わない卑怯な人物。また、海賊生活を否定する歌を歌った部下を銃で狙撃するなど冷酷な面もある。一方で臆病者であり、自分を食べようと追い回してくる。 チクタクワニをスミーに泣きついて追い返してもらっている。約束は破らない男を自負しており、ティンクとピーターには指一本、服一本触れないと約束した後、次元爆弾をピーターに送りつけ、文字通り指、服一本触れずに、ピーターを返しようとする。切り落とされた左手は針になっている。この針は着脱可能で、針の代わりにナイフや線抜きを装着することもできる。 最後には、ピーターとの戦闘に負け、自分はか弱いお魚ちゃん、ブエナビスタ版ではタコ、言語ではカットフィッシュだと叫ばされている。本作ではピーターに、自らの宝物を奪われ、それを取り返すためにピーターと戦っている。が、戦闘中にティンカーベルの粉の力で、海賊船を飛ばされ、ネバーランドから追放されてしまう。ところが、ロンドンのエンディの家に来し、 ウェンディと間違えて、ジェーンを誘拐して、ネバーランドへ戻った。本作で、彼の母親の顔写真が登場するが、彼そっくりである。海賊船、ジョリーロ・ロジャー号の船長になる前の青年時代の姿が描かれている。ジョリーロ・ロジャー号よりも一回り小さな船で航海をしており、当時は彼を含めて乗組員は6人だった。胸元に、フリルのついたシャツに、 赤紫色の字で、大きなバックルのついたベルトに、裾の破れた灰色のズボン、灰色と赤色のボーダーの靴下、バックル付きの革靴を着用している。ネバーランドからメインランド、こちらの世界まで船で飛んでいくことを目標としており、妖精ザリーナの持つ才能を見抜くと、自らの目的達成のため彼女を船の船長に仕立て上げ、彼自身はキャビンボーイとなり、彼女に仕える。 普通の人間には鈴の音のように聞こえる妖精の言葉が理解できるため、作中ではザリーナの言葉を他の乗組員へ伝える役割を果たす。チクタクワニとはこの時代から因縁があった模様。彼がスミートであったのもこの時代。ネバーランドに住んでいる海賊の船長。服装は黄色の線の入った青いジャケットと白いフリル、赤い服と薄い青のズボン。 茶色の長靴、ブーツを持っている。海賊船の船長で、ピーターパンの宿敵。かつて、ピーターパンとの戦いの最中に海に落ちた際、ワニに右手を食べられてしまった。それ以来ワニが最大の弱点で、ワニの時計の音を聞くだけで取り乱してしまう。残酷な性格で、手下たちからも恐れられているが、身だしなみにうるさく綺麗好き。他にも海賊になりたい。 と言って自分の元を訪ねてきたジョンをテストして一時は入選を許すという一面も持っている。一番尊敬する人物は七歳の時に亡くした母親で、片身の懐中時計を寝室の宝箱にしまっている、蓋の裏には親愛なる息子へ送る言葉が彫られている。ちなみに二番目がチャールズ二世。服装は表が黒で、裏が赤のマントと白いフリル、カットラス。 黄色の線の入った緑色の服、白いナフキン、黒いズボン、白く長い靴下、黒い靴を持っている。灰色の髪をしている。二十三話で、ピーターパンたちに負けて、姿を消したが、二十六話で再登場した。黒い服と紫の手袋を持っている。白い髪をしている。黒い服と髪、白いフリルを持っている。金色の偽装している。映画、服。 1991年、アメリカ映画ではピーターへの復讐のため、大人になった彼の子供をさらい、自分の子にしようともくろむ悪役として登場。終盤にて時計になったワニに食べられてしまった。ディズニー版と同じ姿をしているが、全体的にアレンジされている。映画、ピーターパン、2003年、米、A、豪合,合作映画でも、紳士的な態度をしている。テレビ映画、 ネバーランド、2011年、アメリカでは、ピーター・パンたちの養子として登場。映画、パン、ネバーランド、夢の始まり、2015年、米、A、豪合作映画では前日単のため、まだ義手になっておらず、ピーター・パンとは協力関係にあり、仇役とはなっていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。